はい、どうも皆さん、バンファンチアイスゲです。ということで、本日もスターフィールドをやっていきたいと思います。ということで、前回の続きですね。まあ、今回は、火星に荷物を届けに行くんですけど、はい。前回のエイリアンの細胞ですね。まあ、その前に船を改造できるらしいんで、そこら辺を見ていこう。お金結構貯めてるんで。数回に一度は、頼むよ。同時にヒートリーチの検査をした方がいいぞ。そうなの？確認を怠ると、よう新しい船長さん。船を修理。どんな船を扱ってるのか見せてくれ。の前に何をいじれるのか。ああ、問題ね。の確認をしたいね。船の外観？外観？船のアップグレードもモードはモジュールの配置を考える手間をかけずに船を改良することができます。特定のレベルやスキルが要求されるものもあります。はあはあ。ん？パルスレーザー。おお。なんかいろいろ武器があるっぽいね。モーラーオートキャノン。勝手に撃ってくれんのかな。IR レーザー。ミサイルランチャー。戦隊ダメージ高いね。バンガード、待って待って、グニャグニャ。バンガードオブリタレーターオートプロジェクター。強そう。24,598。これだけでバシッと倒せそうだけどね。そこじゃないんだよね。なんかさ、中身を増やしたりとかしたいんだよね。ちょっと見るか、他の船。きっと気に入るものが。さあ来ましたね、ランブラー。船体387。あ、貨物容量あるね。おお、2600。いくらすんのこれ。エコノホール、価値92,13。いや全然足りねえじゃん。これが68,000。ベンタークレジットって何なんだろう。借金とかってことかな。クフィル。シールドブレイカー。なんかシールドが高いね。で、レーザーがすごい。フロンティアはいくらで売れるんだ？え？価値8,119。ダメだ、買えねえ。じゃ金貯めよう。いろんなものを揃えて。こんにちは。こんにちは。こんなもの、こんなもの。さあ、この人ですね。この人に見せれ。さて、って感じ。あれ、当たってる。なんだ。厄介な発見物を調査するためにパーシバル・ウォーカーの協力を得たい。だね。そうなのか。失踪した。とんだ失態だ。私たちはパーシバルにとても期待していた。貿易管理局の従来の業務とは違うな。支部の全く新しい収入源になる可能性。支部の全く新しい収入源になる可能性。はいはい。私はこの事業に。しかし、彼は逃亡決意したらしい。彼は採掘者が彼をかくまっているのだろう。古いよ。しかし現段階では代わりに追跡してもいい。それには及ばない。貿易管理、しかし金は取り返したい。貿易管理局なんて大嫌い。どうしても地域に来たわけじゃない。
彼は見つけた方法を知りたい。うまいこと言うわね。残念だ。え？少々前金を払うとしたら乗り気になってくる。シックスサークルへ行くといい。町の最下層にあるバー。最下層にあるバー。パーシバルの居場所を知る者がシロニアにいるとする。了解。シックスサークルにいる採掘者と話す。最下層にあるんだね。人面よ。火星のね。あれ？あ、これでいけるんだ。最下層にあるバー。こんなところにバーがあったんだね。ブロークンスピアは上だ。え？飲んだくれたいなら向こうに行きな。ここはデビルズの古参兵と。デビルズの古参兵。そのためのバーだ。落ち着け、ヴァンガードのものだ。パーシバル・ウォーカーの居場所を知ってるかもしれないと聞いた。ウォーカー博士だと？おい、なんでヴァンガードの船長がウォーカーに用があるの？レッドデビルズは典型的なバーの客とはわけが違う。まあ、お話ししましょう。市場のやつがフラッとやってきてパーシバル・ウォーカーの行方を知りたがり質問を並べ立てると、何が目的だ？ヘイドリアン・サノンの使いだ。その証拠もある。ヘイドリアン？ヘイドリアンという女が。やっぱ知らないか。偽造タグだとしたらできいいだろう。それが本当だとしたら、ヴァンガードのモットーであるスープラエトウルトラ。先生で使ったからし。機体の先へ。機体を超えろ。これじゃないかな。やっぱりな。黙れ。黙れ。居場所を知っていたとしても、お前にできることも。なんだ。パーシバルはこの借金を貿易管理。そいつを解決してお前がパーシバルやデビルズの友だと証明しろ。俺は困ってる友達がいたら。借金を帳消しにできるかどうか試そう。何かやれば帳消しにできるんだね。じゃあ俺の意見だが、この借金を何とかする最も簡単な方法は管理局。そうだね。それと噂じゃ貿易管理局はすべての記録を保管室の中央サーバーに保管してるそうだ。誰かが保管室に押し入ってパーシバルの借金をいくらか増しな額、例えば数百クレジットに改ざんするなら、俺は喜んで費用を出すぞ。そんなの違法じゃない。それでお前がそこに行ってウォーカー博士を助けるってのはどうだ？パーシバルの借金。バーの常連客と話す。こいつなんか知ってんのか？あんたとルーの話を聞いた。うん？そのつもりだ。そいつはいい。パーシバル。お？いいか。不法侵入に頼らないで済む方法を。何？石鉄鉱液だ。おお。火星に豊富にあるただのゴミだと思われてるが、僕とパーシバルはディープマインで、ある。少なくともパーシバルが貿易管理局との契約でも、僕たちは偶然有効か。あんたが僕たちの研究を貿易管理局の奥隊に引き渡せば、パーシバルの借金以上の額になるはずだ。あの男はいつだってうまい話を探してる。大部分は鉄と人間が流した3世紀分の水でできてる。含まれる微量元素と含まれない、とにかく人間が住んでるあたりに発生して火星の土の中の。ほうほうほう。
ああ、簡単だ。一つ問題がある。研究は道半ばで頓挫した。スペーサーがやってきて、僕たちを追い出し、商売を始めた。ああ。倒せばいいんだな。でもあんたがスペーサーを追い出してくれるのなら、僕が研究、そしたら貿易管理局に研究成果を引き渡していい。管理、仕事は戻ってくる。僕は現代の英雄になる。そうしたら、もう服。その鉱山の場所を教えてくれ。ああ、もちろん。それじゃ、町の外にあるディープマインの入り口に向かってほしい。遠くはない。船に戻る必要もないくらい。僕たちはメインドリルのすぐそばで手はずを整えておこう。ほうほうほう。スペーサーの親玉を倒せば、残った連中も出ていくはずだ。了解。通信パネルでここにね。いいじゃないの。それで行こう。戦いは得意だぜ。さあ、ってことで、ここに敵がいるっぽいけど、いますね。早速、はい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 、ロードイング。強いのがいる。あいつまず倒して、オッケー。オッケー。はいはい、オッケー。よしよしよし。で、あんなかまだいる。はい。さあ、この時のためにいい武器がありますんで、これね、対人に対してダメージが高いんで、これでやっていこう。さあ、いろいろもらっていきますよ。この中にいるな。どこだっけ、上の方に。いたいたいた、こいつ今持ってるはず。お、高く売れそうだね。この中に、あ、違う、この下か。大丈夫？この下に強いのがいるんで、どこ行った？何も見えない。めちゃくちゃ弾がいっぱい。いるー。さあ、どう来る？グレネード、はい、よし、へへへへ、終わりだ。あいつがボスだろ。終わった？多分こいつがボスだと思うけど。うぃー、爆発的オールドアースピストル、めっちゃ強そう。人間のダメージ 10%、 ハッカーのダメージ選んだめ。スコールって何？飲み物かな。スコールダメージ 20%、 めっちゃ強。これ売っとこう。
これってよくある武器じゃないの？4号弾、人間ダメージ10%、めっちゃ強い。発火のダメージランダム、爆発性の弾丸にランダムで切り替える。爆発性？4号弾はあんまりないよね。あ、ここになんか、え、こっからスタートやないか。近い、怖い。7発しかないけど、ちょっと実力を見たいね、この武器の。まだね、敵がいると思うんだけど。この階段は採掘場の奥までつながってる。地上に戻る道がわからなくならないといいけど。そうだね。敵はいない？いや、めっちゃいる。とりあえずは遠距離で。はい、ナイスショット。やっぱ強いね。見えないな。上にいる。当たんないな。一旦リロードして、でこいつに変えて突っ込もう。4号弾ないかな。弾はうまいんでもらっていこう。いたいた。ダメージはめちゃくちゃいいね。一応ハート使っとくか。ハートと、あとはこれと、あとハート使って HP 上げる。これはサーラか。はい、サラさん邪魔です。ここまでよ。戦いづらいね。よし、こいつで行くか。グレンデル、後ろにもいるっぽいけどね。いるね。オッケー、強い強い。あ、待って、スコールいいよ。
そこの遠距離は OK 邪魔です、サラさん、めちゃくちゃ邪魔、突っ込め、まああいつらぐらいならで、オッケー、こんなもんじゃない？さあスペーサーいるよ。おい、ここかーい。え、待って待って待って、やばい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 、こわ、地震だ、敵じゃない、どこ行った、あれ倒した、びっくりした、ほう、めちゃくちゃ下がってったな。めっちゃいるね。極度の太陽放射。いた。はいはいはい。グレネード。危ねえ。オッケー。まだいるか？ OK。 今行ったよね。ここじゃない、いたいた、ほい、 OK、 あ、こいついいもん持ってる、アディクロン、おお、グレンデル、さてどう、弾がめちゃくちゃあるんで、隠れて出てこないね。上から行くか。なんだ？五十口径めちゃくちゃうめえ。オッケー。あ、そこの奥に二人ぐらいいるね。はーい。おらよ。よし、よう、はいはい、これが
いるね。え、そこにいんの。はい、くフラグいいよ。これか。頭いっぱいあるんで、ナイスショット。ヘッドショットあるっぽいな。お、いた。あいつがリーダーか。やばくない、危ねえ。はいはい、よし。はい、背中ボン。むずい。はい、やばい。まあ最後はこいつでいいでしょう。 OK、 爆発しない。こいつがボス。よし、パワーパック良さそう。ビーストハンター。異性生物の敵から受けるダメージマイナス15。最大所持重量プラス20。最高じゃん。最高じゃないですか。これでめちゃくちゃ持ってるぞ。よっしゃー。なんかある。やったよ。さて、研究を終わらせるためには赤鉄鋼のサンプルを採取してスレッシャーに通すんだ。レーザーカッターを持ってさっきあんたが入ってきた部屋に戻れ。サンプルを手に入れるんだ。スレッシャーってのは隣の部屋の大きな機械のことだ。起動パスコードはアレス2330。アレス2330。すぐにパーシバルの汚名を晴らせる。了解。2330持ってるからね。うわ、何？めちゃくちゃうるさい。回収します。OK。そしたら戻れって感じだよね。おお、ありがたい。スレッシャー室に鍵が閉まってあるはずだ。スペーサーに奪われてなければ。シクスサークルで待ってる。へえ。あった、鍵。こんなところに。よしよし。これで帰れるぞ。下の階はほとんど採掘者が仕切る。さあ、ってことでボス倒してきたんで、こいつに。スレートを手に入れたんだな。どれどれ。渡せば関節の摩耗を抑制し、お金をもらえるはず。この製法には少なくともパーシバルの借金と同等の値打ちがある。あんたがやるべきことはこうだ。貿易管理局に行って、オクタイに持ちかけ、オクタイに持ちかけろ。オクタイ採掘者の能力だの、採掘量だの、シナジーだの、そういうアホみたいなビジネス指標を全て高める商談をな。その交換条件としてパーシバルの借金を帳消しにさせる。こういう売り込み得意分野だろ。いや全然得意じゃないんだけど、まあ、やっ
金を要求してほしくないの。すごいことになる。それからこれをあんたにも製法のコピーをやるよ。お、さあ使えたら使ってくれ。幸運を祈る。オッケー。さあこの人と勝負ですね。他に何かあるのかな。あります。商談がある。それも魅力的なな。うん、私は決して機会を無駄にしたことは。特許取得済みの学校でピックミアップと呼んでいる。どっち。薬品なんか言ってなかったよな。石鉄交易、鉄と生活廃、それでこの新しい薬はどんな効果がある。雇っている生育者は生産性を上げられる。このスレートは人間弱点に対する。これから使えるかもしれないな。だがこの石鉄鉱はどこから出た。ディープマインは選択肢となり得る。スペースターがそれについてる。その鉱山からもう追い出した。しかも無料で。あのスペースターたち完全にやっつけた。例に及ばない。そうなのか。お、おう、興味深い。来てるぞこれは。ま、必要な分析をすべて外注し、データ集めはよりライセンス料を支払う。任せてもいい。そして一般市民が私たちに抱く印象がどう変わる。それでこの薬についてどんな権利を要求する。あ、これだね。パーシバルの借金を帳消しにしてほしい。ウォーカー博士の借金、それだけか。それ以外は別に帳消しにしよう。どうやら取引になりそうだな。受け取ってくれ。貿易管理局からの手数料だ。潜在的な価値にふさわしい納得のいく額を用意した。いくら。君が帰り道でちょろまかされたと思わないくらいのな。君の気が変わらないうちにそのスレートを引き渡してもらおう。1300かよ。できてよかったよ、船長。ありがとうございます。あ、これでお金は支払われたからこいつが教えてくれる。どうした。パーシバルが貿易管理局から借りていた金は清算した。片付いたのか。上出来だ。やり手なんでね。プロハンターなんだよ。約束を果たさないとな。そうだぞ。あいつはレッドデビルズの旧本部に隠れてる。ほう。UC が俺たちの部隊を解散してから、旧本部は厳重に封鎖してやるが、裏口があってな。ディープマインから入れることを奴に教えたんだ。あ、あのドリルのとこか。旧本部のスペーサーのことも警告しようと思ってたんだが、どうやらもうあのクズどもを追い出ししまったようだな。Yes。 ほらよ、パスキーだ。おー、やった。あいつには礼を何度も言わにはならん相手が向かってるぞと伝えておく。 OK。 そう、ちょうど行けないとこがあったんだよね。じゃあ行こうか。さあ、ということで到着しました。ここですね。ここで鍵が使えるんで、はい、オープンってことで、ちょっと怖いんで、はい、FPS モードでやっていきましょう。なんかいる。こいつか。パーシバルだ。私です。私に構おうとする理由をせ。ウォーカー博士、解析してもらいたい。ヘイドリアンの名前出した方がいいか。ヘイドリアンの依頼。彼女は大丈夫そうだったか。生きているが、これを入手する過程で負傷した。あ、これ言った方がいいな。十分な支援があったのか。で、彼女が君を危ない目に合わせてまで届けたかったものとは何だね。テラーモフの細胞。
あー、ちゃんと説明してるね。言ってた。彼女に頼まれてはるばる来たのなら中で話そう。その細胞を見てみなければ。頼むよおじいちゃん。おー、なんもない。おじいちゃん、何にも触らないでくれ。プロジェクトの真っ最中で客が来るとは想定していなかった。なんかやってんだね。じゃん、ああ、それから君が借金を帳消しにしてくれたとルーから聞いた。うん。貿易管理局の手にこの研究が渡るのは正直ゾッとしないが、死ぬまで洞窟で暮らさずに済むなら仕方あるまい。さあ調べてくれ博士。準備完了だ。深淵を覗いてみようか。深淵はまたパーシバルを覗いている。細胞マーカーをつけるだけだ。お、待て、マーカーが示す場所は、そんなはずは。このサンプル、これはロンディニオン。スレートに記録しなければ。ロンディニオン、スレートってなんだろう。本当にヘイドリアンがこのサンプルを。嘘じゃないだろうな。嘘じゃないよ。もしこれが作り話だったら、私が見た中で最高の偽造品だったのなら、私は怒ると同時にとてもホッとするだろう。このサンプルは偽物じゃない。ちょっと年寄りの機嫌を取ったらどうだ。このサンプルは人類史上最悪の事態を招いたテラーモーフの特徴を全て備えている。ロンディニオンの話は聞いただろ。知らないよ。ロンディニオンはテラーモーフによって完全に地図から消えた都市だ。凄まじいバスターコールだ。宇宙港を爆破し、銀河全体から彼の地を隔離しなければならないほどに。襲撃当時現地から持ち出せたサンプルは少なかったが、イム様法サンプルはこれとそっくりだった。それにこの検体が生きているうちに船で運ばれた兆候も検出されなかった。これはタウセティに持ち込まれたものではないと思う。この検体はそこで育ったものだ。他のどんなテラーモーフよりも急速に。つまり人類とテラーモーフの歴史は新時代に入ろうとしているのかもな。ロンディニオンの惨劇が他の場所でも起きうるという時代に。それは人類にとって好ましくない結末となる。それは人類の絶滅を招きかねない。さて、この不吉なものをはるばる運んできてくれたんだ。これからどうするつもりか教えてくれ。化石結果を持ってヘイドリアンのところへ来てほしい。シックスサークル待っているらしい。ああ、なんか言ってたな。ああ、ロンディニオンの襲撃は大規模だと言ってた。なぜなら、今までロンディニオンを壊滅させたテラーモーフは、その場にとどまるつつましさを持っていたからだ。え？あそこで起きたことは悲劇だったが、少なくともつまり、別の惑星で類似した攻撃の証拠が。だから君がこれから、まあ、とりあえずヘイドリアンとまた会うと。シクスサークルだと。何物が欲しくなってきた。来てくれるのか。こっちだ。地上へのエレベーターに乗れば早い。へえ。使用禁止だが、状況に鑑みお許し願おう。行こう。了解。あー、いた。びっくりした。なんてこと。ヘイドリアン、久しぶり。少佐、君ももう若くない。少佐、この私たちの友人が君の取ってきたサンプルを見せてくれたよ。イエス。言うなら、ここじゃまずい。場所を変えましょう。ルーが奥の部屋を使っていいって。ほんと、ありがとう、ルー。ルーから当時の話をまとめたものをもらった。もろもろの対応本当にありがとう。どういたしまして。私もだ。問題が多すぎなかったことを祈りたい。多すぎたよちょっと。
構大変でしたね。それでクレジットくれないかな。完了できたの。ここにある。ここにある。あのサンプル。あれはロンディニオンのものと完全に一致する。ロンディニオンですって。私だってこんな知らせを届けたくはなかったさ。それで今は答えよりも疑問が増えている。昔のテラーモーフのデータにアクセスするため何が必要か調べているところ。昔のテラーモーフ。妥当な判断だ。何か分かったこと。アーカイブに保管されている。停戦アーカイブか、うん、つまり内閣を相手にするのは避けられないと。自由公正同盟やバルーン家とも何らかの形で。ああ来た、バルーン家。その作戦には見切りをつけられないかね。内閣が私たちの頼みを聞きたがるとは思えなかったけど、交渉しても彼らは2つの条件付きで話を聞くことに同意した、うんうん、第一にあなたたちが手に入れたこの解析データを見せること、うんうん、第二にタオセティで起きたことを議論すること。私たちを交えて議論する。内閣なんだそれは。内閣は UC の最高行政機関よ。へー。大統領、軍の上層部、科学と外交部門の責任者。 UC における主要な決定は彼らによって下される。内閣との対話はアーカイブの封印を解く唯一の機会よ。彼らの賛同なしに解明は無理ね。じゃあ任せてくれ。今日一番のニュースね。でも参加を決める前にこれまでの経緯を理解しておいてほしいの、うんうん、私とパーシバルはただの研究者ではなかった。そうね、科学士官だった。 UC のエイリアンを兵器として戦場に展開する部門を取り仕切っていたの、そうなんだ。私の隠れ場所か。あれは私たちの本拠地だ、うんうん、他の施設でいろいろあった後に最終的にはあの場所が UC ゼノモーフェアの心臓部になった。約20年前に停戦が成立して以来活動が禁じられてた。そして私たちはそれを字幕が消えちゃった理由に UC 軍に解雇された。はいはい、あなたの正体は知っている。過去は気にしない。ああ、すごっ。あれは UC に依頼されてテラーモーフを戦場に展開する技術をちょ。プロジェクトは決して順調ではなかったけど、私たちが収集したデータは戦争後に禁じられた。現在も政策に関与している銀河内諸勢力の注意深い監視のもとにね。内閣を説得してデータにアクセスできればこのサンプルの意味さ、さらにうまくいけばそれらによる襲撃を今後未然に防ぐ方法も。ほうほうほう、わかった。内閣と話しに行こう。そうしましょう。私はこの検査結果を内閣に渡すわ。ニューアトランティスのマストで合流しましょう。幸運を祈る。それなしでは乗り切れない。金もらった？ニューアトランティスに行けと。はい、ということで今回はここまでですね。ってことでニューアトランティスに戻ってなんか内閣と話しに行くらしい。よくわかりませんが。ってことでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。